A さんは小規模な部品製造会社を経営する社長です。特定の業界での取引先が多く、これらの企業との取引が全体の8割を占めています。業績はおおむね横ばいで推移していますが、今後この業界は先細りが予想されるため、 A 社長は成長が見込まれる新分野での新規取引を開拓したいと考えています。そこで A 社長は営業担当の若手社員 B さんに新分野の取引先を開拓するように指示をしました。しかし昨年度も今年度も動きが全くありません。今日もお疲れ様。リラックスしてもう一頑張り。アシスタントの西野奈美です。今回のチョコゼミのテーマはそういうことか PDCA 事例に学ぶ管理サイクルです。講師には林真紀子先生をお迎えしています。林先生、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて先生、事例に学ぶ管理サイクルということですが、どのように進めていきますか？冒頭でご紹介がありました、 A 社長が営む小規模な部品製造会社さんの抱える経営課題についてこれから説明をいたします。この事例について皆さんと一緒に考えていただきながら解決策を学んでいきたいと思います。それでは事例の続きを見ていきましょう。将来への危機感を強めた A 社長は営業担当の B さんに、どうして新規顧客開拓が進まないのか強く問い詰めました。当初は時間がないと言い張っていた B さんでしたが、そもそも誰にどのようにアプローチすればいいのかわからないと本音が漏れました。 A 社長は B さんとどのようにして新規顧客開拓を進めていけばよかったのでしょうか？ A 社長は新分野での新規顧客を開拓するという方針は示したものの、どのようにそれを実現するかの仕組み作りが不十分でした。このような場合に活用できる PDCA による管理サイクルというものがあります。PDCA、 これはプラン、計画する、 Do、 実行する、チェック、実行した内容を検証する、アクション、検証の結果を踏まえて修正を行うといったプロセスを一つのサイクルとして管理を行う方法です。また修正した内容は次の計画につながり、そこからまた次の PDCA サイクルを回していきます。このようにすることで取り組みの結果を踏まえて次の取り組みを改善していくことができます。つまり PDCA サイクルで仕事の進み具合を把握したり、うまくいかない場合は修正できるということなんですね。はい、そういうことです。それでは事例をもとにPDCA サイクルを回すポイントについて説明していきましょう。はじめは B、 計画です。計画を作るにあたって重要なポイントは3つあります。まずは目標を明確にすることが大事です。そして計画は具体的な行動が分かる内容にすることが重要です。 5W2H、いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どうやって、いくらでを意識してみましょう。さらに作成した目標、計画の内容は明確に評価できるようにしておきましょう。そして次のプロセスは D、 実行です。実行する際には計画通りに実行することを徹底してください。自己流では仮に成果が上がったとしても何が良かったのか分からず次に生かすことができません。そのためにも納得して実行できる計画を作ることが重要です。ここまで P、 計画、 D、 実行のプロセスについて伺ってきました。では先生、次に進んでください。はい、次のプロセスは C、 検証です。
検証では実行状況の進捗確認をします。具体的な進捗確認の方法としては、計画を一覧表やグラフにして進捗状況を丸×等で確認できるようにするなどといった方法が挙げられます。そしてこの検証結果が計画した行動の修正や問題発見の手助けになります。進捗状況のチェックなどがあるとやる気にもつながっていくような気がします。さあ、それでは先生、いよいよ最後のプロセスですね。はい、最後のプロセスは A 改善です。 A 改善のプロセスでは、 C 検証のプロセスで判明した問題について原因を突き止め改善を考え、次の P 計画に生かしていきます。例えば、単に商談で相手の興味を引くことができなかったといった内容ではなく、営業先の業界の専門知識が不足しており、相手が求める技術の内容、水準が把握できなかったといった内容まで具体的に考えます。そして原因に合った改善策を次のプランに取り入れます。例えば、先ほどの例の場合では、改善策として専門知識の補充が考えられ、このための研修受講などを次の計画に取り入れます。先生、最後にこの PDCA サイクルを導入するにあたって気をつけなければいけない点はありますか？そうですね。最も重要なのは失敗イコールダメという意識を持たないことです。失敗を責めてしまうとどうしても結果を客観的に見ることができなくなり、原因を検証しそれを改善に生かすプロセスが進まない傾向があります。もう一つは、年間計画の PDCA をベースに、さらに月次計画の PDCA を回すなど、複数の期間で PDCA を回すことです。そうすることにより改善のスピードや精度が高まっていきます。一方、管理すべき項目を多くしすぎる、細かくしすぎるなど、PDCA を回すための作業負担が大きくなりすぎると、管理すること自体が目的になってしまう傾向がありますので、注意が必要です。そして、今まであまり PDCA を意識してこなかった会社では、まずは PDCA を使って達成したい目標を一つ決めてみましょう。そして一つの事柄で PDCA を回してみて、そこから徐々に取り組みを広げていくことをお勧めします。ここで横浜市で空調換気設備の設計施工メンテナンスを手掛ける株式会社三栄空調工業さんをご紹介します。1987年、横浜市に創立された株式会社三栄空調工業は、従業員25名を要し、空調、換気、集塵ダクトの設計、製作、施工、販売、保守を行うダクト事業部と、空調設備の設計、施工、販売、保守を行う空調事業部の2部門で事業を展開。現在は2代目となる田村英介社長を中心に、高い技術力と専用機による高品質の工事、製品、サービスを提供しています。三栄空調工業は、近隣清掃活動などの社会貢献活動をはじめとする企業の社会的責任、CSR の活動推進にあたり、積極的に PDCA サイクルを取り入れています。CSR に設定した目標達成に向けた管理、PDCA の実際について田村英介社長に伺いました。 PDCA は CSR を進めていく上で基本的なことだと思って、取り組み当初からですね、半年に一度かな、認定、その CSR の認定は2年に一度なんですけど、更新が、半年に一度ですね、社員チェックリストを使ってしっかりそれが実行できているかどうか確認をして、より良い改善をまた次につなげるようにですね、
行ってますんで、まあ、PDCA 自体はですね、続けていかないと意味のない活動だと思うので、まあ、働いている社員一人一人がその意味ややる意義をですね、理解してもらって、まあ、継続的に続けていくことが大事だと思ってます。田村社長、ありがとうございました。皆さんいかがでしたか？ぜひ事例の部分を見直してご自身で考えてみてください。林先生、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。